エイトに超巨大台風が接近しています。中心気圧820mbが、中心付近の最大風速は秒速100mにも達します。あれが上陸するというのかね。今までのデータからしますと確実かと。どのくらいの被害が出ると思うかね。そのなんだね、はっきりしたまえ。このままではテートは壊滅状態かと。何？テートの建築物のほとんどはこの台風が耐えきれません。本当に上陸するんですね。もう少し詳細なデータを取りませんと決定は下せませんが、しかし現在最新鋭の自動気球を向かわせていますので、すぐにでも緊急警報を発するべきだな。しかし前例が。今こそその伝令を作る時だ。上陸してからでは遅すぎる。ただいま、帝都全域に台風警報が発令されました。大型で非常に強い台風が接近しています。十分に警戒してください。信じられませんわ。緊急警報を出すぐらいだから確実なんでしょ。今まで気象台の予報が当たったことありまして。確か新しい気象台には神崎重工の最新技術が使われているはずだけど。頭痛がするので部屋で休ませていただくわ。気象台より早いなんてな。おいおい、大げさだな。そうだ、台風に備えて何を準備すればいいんですか。カンナさん、教えてください。そうだな、まずは風に雨戸を持っていかれないように釘で打ち付けて、浸水するかもしんねえから1階の荷物は2階に移動させる。屋根も補修しなくちゃいけねえな。よし、早速みんなで手分けして取り掛かろう。はい。そうです。まだ詳しいことは何とも。はい、お呼びですか。ああ、今回の台風騒ぎなんだが、ちょいとな。これを利用して敵が何かを意図しているのではないかと。そこまでは分からねえけれども、帝都で何か変わったことが起こるかもしれん。頼んだぜ。加護を受けし、忌まわしき成績を。
その使命を終えて成長なる思念を無へと化したわ。巨大台風かね。はい、どうです、この鮮明な画像、まるで目の前にあるかのごとく。早くデータ収集を始めとえ。あ、はい、では気球を降下させろ。自動気球、台風の目に突入します。大丈夫なのかね。ご心配には及びません。秒速300メートルまで耐えられるよう設計してあります。気球から台風のデータが送られてきました。よし、エネルギー値と気流のデータを蒸気演算機にかければ台風の振動を一寸の狂いもなく割り出せることになり。どうしたんだ。自動気球のコントロールができません。何、レーダーから気球の機影が消えました。バカ。司令。秒速300メートル以上の台風だったってことさ。あとはブロマイドの段ボールを運べばいいんだね。はい。さて、もう一頑張りね。はい、とアイリス。そうだ、私一人じゃとても終わりそうもないの。よかったら一緒に手伝ってくれる？どうしてこうワクワクすんのかね。まるでふるさとに帰ったみたいだ。カンナさんのふるさとって確か沖縄でしたよね。ああ、どんなところなんですか。綺麗なところさ。あ、ん、あれ